Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne, on est reparti aujourd'hui pour un petit Dragon Ball Z Kakaroto. On est donc en compagnie de Vegeta avec Son Goku et on doit trouver un endroit pour affronter le commando Ginyu. Bref, on va aller casser des bouches, c'est parti. Ça me paraît pas mal ici. Entrée. Non. さっきはよくも舐めた真似をしてくれたな、ギニュー。なるほど、あいつか。戦闘力は約5000。そうなんですよ。妙でしょ？愚か者め！スカウターの数値だけを見ているからそういう間抜けな目に遭うんだ。おそらく瞬間的に戦闘力を大幅に上げるタイプだ。俺の見立てではあいつの実力は戦闘力6万ほどと見た。6万？そんなサイヤ人は聞いたことが。こいつはかつてないほどの面白い戦いになりそうだ。よし、行くぞベジータ。おめえはもう一人のやつを倒してくれ。カカロットとギニューの実力はほとんど同じぐらいと見た。うまくいけば2匹とも潰し合ってくたばってくれるかもしれん。思い知らせてくれる。Quelle perfide ce Vegeta! Oh le salaud! On va se débarrasser du petit avant. Ouais, je vais peut-être pas me transformer. Ouais, je m'étais trompé de touche. C'est ça de jouer à trop de jeux? Cool. Crève. Ah non, 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 non. Bien. Ah putain, ils font chier. Mais laisse-moi le taper, bordel. Attends que je bute ton pote là, tu vas voir. Voilà, crève. Merde, j'ai plus de quoi le taper. Ça va être chaud quand même, hein. 5 barres de vie. Il m'en reste une. Allez, tape! Ah, ça me saoule quand ça fait ça. Allez, on va rattraper ça. Ou pas. Ça j'en ai plus, putain ça va être chaud. Allez 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 allez, ravis-toi là. Ah
Impeccable. C'était un peu chaud quand même pour moi là. そんなこと言ってた。何のことかさっぱりわかんねえけんどよ。スーパーサイヤ人、伝説の最強戦士。なんということだ！フリーザ様がただ一つ恐れていた。スーパーサイヤ人なのか。さあな、けんどよ、おら無駄な戦いはしたくねえんだ。悪いことは言わねえ。おめえたち、この星から消えてくれ。なんだと？貴様、本気か？本気だ。無意味におめえたちを殺したくねえ。スーパーサイヤ人は血と戦闘を好む全宇宙最強の戦士のはず。そうか。貴様はスーパーサイヤ人になりきれていないようだな。だが少なくともこの俺様よりははるかに強い。なぜ笑う？チェイス、俺のスカウターを持っていろ。気に入ったぞ、貴様のその強い体を。チェンジ！あ、ノー！なんでオラがそこにいるんだ。交換させてもらったぜ、貴様と俺の体を。ギニュー隊長、スカウターを。おう、よし、宇宙船に戻るぞ。フリーザ様も戻ってこられるかもしれん。あいつが自分を傷つけたんは、このためだったんか。まずいぞ。このままだと、オラ、いや、あいつらとクリリンたちが、鉢合わせする。待て。Une grosse censure quand même là, hein. うまく地球に消えても、また父に怒られそうだな。こんな顔になっちゃって。Ils auraient pu au moins mettre une trace là où il a plongé sa main, quoi. Quitte à mettre un trou. ここを鍵つけられたようです。もうすぐそこまで。行っておあげなさい、デンデ。あの地球の人たちは。あなたを必要としています。わかりました。最長老様、どうか死なないでください。ま、いいでしょう。塵の一粒くらいは放っておきますか。何か用か。私はフリーザと言って、あなたたちのドラゴンボールを集めてある願いを叶えたいものですが、ドラゴンボールは7個すべてを揃えたのですがね、どうも願いが叶わないようなんですよ。そこで教えてほしいのです。どうすれば願いを叶えられるのでしょうか。お帰り願おう。弱な者に教えることはできない。
素直に話した方がいいと思いますよ。あなたを殺すぐらいわけはありません。お二人いらっしゃるんでしょう。どちらかの人から聞き出せばいいことですから。ではそうするがいい。だが戦う前にこれだけは頭に叩き込んでおけ。家の中におられる最長老様はドラゴンボールを作られたお方だ。もし最長老様を殺せばドラゴンボールも消えてなくなるぞ。ん？頼んだぞネイル、できるだけ時間を稼いでくれ。わかりました。なるほど。ですがあなたが殺されそうになっては最長老さんも言わないわけにはいかないでしょう。そうたやすく倒されるつもりはないが、戦う場所を変えさせてもらうぞ。最長老様は寿命が近い。ここで戦って巻き添えを食らわれては。ま、いいでしょう。ほう、これはすごい。戦闘力4万2000まで上がりましたよ。おい、ブラックパルナメイキャン。参考までに、これからあなたが戦おうとしているこの私の戦闘力数をお教えしておきましょうか。私の戦闘力は53万です。ですが、もちろんフルパワーであなたと戦う気はありませんから。ご心配なく。お酒。ドラゴンボールが見当たらん。どこかに隠したか、フリーザが持っていったのか。どっちにしても地球人どもがあの妙な機械で見つけるだろう。それまでは戦闘力をうまく消して奴らに俺がここにいることがバレないようにすればいい。あのチビどもがシェンロンとやらを呼び出したら奴らを始末して俺の願いを叶えさせてもらうぞ。奴らは間もなく来るはずだが、今のうちに戦闘服を新品に変えておくか。あっちの方向です。よし、ご飯急ぐぞ。OK, on est de nouveau avec Gohan. Récupère les Dragon Ball restantes dans le vaisseau. Dragon Ball は7個集まってるみたいです。Et y a rien d'autre à faire, semblerait-il. Pas de carte du monde. Ah ben on enchaîne, hein.J'aurais peut-être dû racheter des objets par contre. Ouais, bon, c'est pas à côté, je m'en fous. Dragon Ball の反応は船の中じゃなくてちょっとずれています。早いとこ探そうぜ。誰もいなさそうだし。あいつら、地面に埋めて隠してるとはな。でもこれで全部揃いましたね。あんなところに隠してやがったのか。とっととシェンロンとやらを呼び出しやがれ。そうしたらあのチビどもを片付けてこの俺が不老不死の願いを叶えさせてもらう。揃った7つの玉、シェンロン・ポルンが現る。よし、行くぞ。はい、いでよシェンロン。そして願いを叶えたまえ。出ない。シェンロンが出ない。ちょっとセリフが違うのかもしれませんよ。クソったれども、何をしてやがる。クリニさん、誰かこっちに向かってきます。邪悪な二つの気を感じるぞ。間違いない、さっきのギニューってやつらだ。じゃお父さんはやられたの？え、悟空？
ギニューとかいうやつを倒して部下を仲間にしちまったのか。ドラゴンボールが掘り出されています。どういうことだ。何言ってんだ。ドラゴンレーダーで見つけたに決まってんだろ。そんなものか。それで願いは叶えられたのか。それがよ、ダメなんだ。シェンロンが出てこねえんだよ。それより悟空、お前なんか変じゃないか。その雰囲気がさ。それになんであいつらのスカウターとかいうやつなんかつけてんだよ。クリリンさん、そいつはお父さんじゃない。え、悟空じゃないって、どういうことだ。わかりません。でも僕にはわかるんです。体を取り替えてもらったのさ。こっちの方が相当に強かったもんでね。なんだって。うん、お前はクリリン、ご飯、そいつはオラじゃねえ。え、よくここまで来れたな。そうさ、この俺は幻影独占隊隊長。そんな あれがお父さん。体を入れ替えただと。厄介になってきやがったぜ。ごはん、クリリン、今のおめえたちなら絶対に負けはしねえ。遠慮なくそいつをぶっ飛ばしちまえ。そんな貴様の元の体だぞ。勝てるはずがなかろう。やってみりゃわかるさ。そいつはオラの体だ。精神と体と一致させなきゃ大きな力なんて出せねえぞ。バカめ、このギニュー様にそんなハッタリは通用せんぞ。俺も戦わせてください隊長。こんなチビどもや死に損ないは俺が痛めつけてやりますよ。おっと、だったら俺も相手をさせてもらおうか。ベジータ、貴様、いつ…ラバストン。早速この体のパワーを試させてもらうぞ。止まれ。スイッチェン。シャー。スワッハラ。トッタッタッタッ。ワオ。Dommage. Morsure du soleil, tiens. Ah, les deux en même temps, cool. Bah, je vais le finir lui parce que il est déjà bien entamé en fait. Impeccable. Allez, ça dégage. Allez, tiens. Pourquoi j'arrive pas à faire le combo là.
Ah voilà. Bon, elle était morte de toute façon. C'est beau. ベジータの体を手に入れさせたら、おしめだ。いただくぞ、その体を。これだ。チェンジ。どういうことだ。やったぞ。あいつをカエルに変えてやった。いい加減喋ったらどうですか。ドラゴンボールの願いの叶え方を。最長老を殺せばドラゴンボールは消えますが、あなたは関係ありませんからね。これが最後の警告にしましょう。言いなさい。死ぬことになりますよ。もうお前がそれを知っても無駄だ。そろそろデンデが地球人たちのところに着く頃だ。お前が知りたがっている合言葉を伝えにな。何？あいつか。おのれ、ただの時間稼ぎだったのか。ギニュー特戦隊の反応がない。まさか5人ともだ。やられたというのか。とにかくベジータや地球人とギニュー特戦隊の間に何かが起こった。そしてドラゴンボールは。おのれ、願いを叶えるのはこのフリーザ様だ。貴様ら下等生物なんかではない。貴様ならこのメディカルマシンで大した時間もかからずに全開できるだろう。さて、貴様らには戦闘服をくれてやるか。
防御に関しては少しはマシになるだろうぜ。戦闘服ってそういうやつか。イメージ良くないな。なんだこりゃ、すげえ軽さだ。ほとんど重さを感じねえぞ。肩も全然邪魔になりませんよ。自由に動きます。ごはん、悟空を治療してる間に最長老さんところに行ってみよう。シェンロンを呼び出す合言葉を聞かないとどうしようもないからな。そうですね、行きましょう。合言葉とやらはお前らが調べておけ。俺はフリーザのやつとの決戦に向けて休息を取る。L'autre il va taper la sieste quoi. Bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de cet épisode. On a donc vaincu le capitaine du commando Ginyu, Ginyu en personne. On va bientôt pouvoir invoquer Polunga, peut-être. D'ailleurs, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Dragon Ball Z Kakarot. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao. Bye bye.